なんてことで、川泳ぎが大好きだという話を前回したんですが、その続きでね、僕大阪市内に住んでるんですが、条件を満たした泳げる川に行くまでは下道で2時間半は絶対、北に行くにしても南に行くにしても2時間半離れないと泳げる川ってないんですよ。その条件というのはやっぱその綺麗さですよね。まずね、透明度、澄んだ水に魚が泳いでるのが見える、そういうとこじゃないとやっぱ泳ぎたいと思わないんですよ。となるとほんまにね、北にも南にも2時間半ですね。それより北南じゃないと川は進んでなくてね。そしてある程度深さがあるとこじゃないとダメなんですよ。僕がしたいのは川遊びではなくて川泳ぎなんですよね。その子供がチャプチャプ楽しむような川ではなくて、しっかり深さがあって、できれば岩から飛び込めたりもする、そんな川がいい。そして流れが急すぎないっていうことですね。やっぱ危ない。一人でね、僕ね、泳ぎに行くんですよ。その泳ぎ場を求めて、原付きスーパーカブ110なんですが、小回り聞く方がね、そういう山の中人がいないようなところを入っていって見つけやすいんでね、一番バイクがね、一番ほんとね、その2時間半走ってるとやっぱ暑いんですよ、この時期ね。だけどその暑さがもうついた時にほんまに川にもう今すぐ飛び込みたいっていうぐらいのテンションになるんで、その冷房の効いた車で行って泳ぐよりはより楽しいんじゃないかなって僕の中では思ってます、バイクで行くのが。でまあその川ね、条件を満たした川、自分でやっぱ見つけないと、みんなやっぱ僕と同じで人に知られたくないというか、人がやっぱ多いとせっかくの大自然もなんかね、こう冷めてしまうとかあるじゃないですか。なのでこの SNS がこんだけ普及してる時代にも、ここの川おすすめですよとか、そういうのをね、ほとんど僕見たことないですね。やっぱ上げると人でいっぱいになってしまうんで上げないんだと思うんですけど、なのでね、自分でこの川はまあまあ綺麗な、どうやろうな、上の方行ったら泳げんちゃうかな、川幅どうやろうとかね、そういうのを探りながら自分だけのこう穴場求めて山の中入ってったりするんですよ。で、まあ、川はですね、そういう自然の醍醐味、山の美しさとかね、その中には熊注意なんていう看板があるとこも僕も入ってですね、泳いだりしたことあるんですけど、そういう大自然を堪能できるけど危険さも伴うということで、その合間でうまいこと楽しめるところないかなって、今年の夏も時間があれば2時間半以上かけて探しに行っているわけですけども、またねそういった映像もあげるかもしれませんし、まあなかなか場所までは言わないかもしれませんが、川情報も今後お届けできたらとも思ってますんで、チャンネル登録などもお願いします。そうこうでした。さよなら。バイバイ。